帝国となりましたので、ただいまから、台風第14号に関する合同記者会見を始めます。はじめに、九州地方整備局亀園総括防災調整官お願いします。はい、えー、今日司会を務めます総括防災調整官亀園でございます。どうぞよろしくお願いいたします。えー、本日は台風14号に関する合同記者会見ということで、えー、ご出席いただきましてありがとうございます。 本日は福岡管区気象台と九州地方整備局、九州運輸局が出席してございます。九州地方整備局防災対策室とチームによるリモートによりですね、会見を行いたいと思っております。まずはじめに福岡管区気象台吉田主任予報官より現在の最新の気象情報を説明いいたしします。よろしくお願い,いたします。 あどうも皆さん、こんにちは。えー、と福岡管区気象台予報課の吉田と申します。本日はよろしくお願いします。えー、台風第十四号がですね、あの猛烈な強さであ、えー、猛烈な強さとなって北上を続けておりまして、えー、まあ、十八日から十九日にかけて、えー、九州に、えー、かなり接近し、上陸する恐れがあって、えー、かなりのですね。 えまあこれまでに経験したことのないような、えー、ちょっとあの暴風や高波、えー、と高潮、あと大雨になる恐れがあるというところです。というところで、ただいまからえっと台風第14号によるあの今後の見込みと,えっと防災上の留意事項についてお話ししたいと思います。でまず最初ののスライドなんですけども、えー、と特別警報級の 台風早めの避難をということでですね、えー、と大型で猛烈な台風第14号は、えー、と18日の、えー、と朝からよく夜にかけてですね、えー、鹿児島県にかなり接近または上陸する恐れがあります、えー、その後も北上を続けまして、えー、九州北部にまた上陸する恐れがあるという状況ですで特別警報級の台風と申し上げているんですけれども、えー、これまで経験したことないような、えー、と暴風高波 高潮、記録的な大雨となる恐れがあります。で、えっ、ー、と九州南部、えー、九州北部地方にですね、えー、暴風、波浪、高潮、大雨特別警報発表のえっ、ー、と可能性がえっ、ー、とあると見ております。で、えー、暗くなる前に暴風が吹くまでにえっ、ー、と避難完了というところで、えー、まあ、九州の本土で行けばですね、えっ、ー、と明日日が変わってから、えー、次第に南の方から えと暴風、えー、あと,あと大雨ですね、あまあ、今大雨はもう今、外側の雨雲でちょっとあの可能性はあるんですけども、えー、暴風につきましては、日が変わってからそういった、えー、と状況が見込まれますので、えー、できる限かぎりです、ね、暗く,な,くる、ま、なる前に、えー、と準備、備えは今日のうちに行っていただいて、ですね、えー、と早めの、えー、と備え、避難完了についてお願いしたいと思っております次のスライドお願いします。 でえっ、ー、と九州南部、九州北部地方に特別警報の可能性ということで、えっ、ー、と鹿児島県えっ、ー、と九州北部地方にえっ、ー、と暴風波浪、えー、高潮特別警報を発表する可能性があります。えー、これまでに経験したことのないような、えー、暴風高波高潮が予想されますので、えー、最大級の警戒が必要です。えー、またえっ、ー、と九州南部や九州北部地方では、えー、記録的な大雨となり。 大雨特別警報を発表すする可能性があります、えー、河川の増水や氾濫、土砂災害、えー、低地の浸水にも、えー、最大級の警戒が必要です。というところで、ですねあのここであの特別警報について、えーま、あの可能性についてうっているんですけれども、えーと、台風の特別警報、暴風、波浪、高潮の特別警報につきましては、今のところ鹿児島県、 あと九州北部地方と書いておりますけれども、え熊本県、長崎県、佐賀県、福岡県、えー、今、この地域を、えー、と対象と考えております。あと、あと大雨特別警報の可能性につきましては、九州南部、鹿児島県、宮崎県、え九州北部地方というふうにたっておりますけれども、えーとまあ、大分県を中心にです、ねえー、記録的な大雨となるということで、えーと、大雨特別警報の可能性を見ているという状況です。 で大型で猛烈な台風第十四号は、ですね、えーと。鹿児島県では、えー、と明日十八日の明け方には暴風域に入り始めまして、十八日の夜にかけて、えー、かなり接近、または上陸する見込みです、えー。その後、九州北部地方に上陸する恐れがあります。でえーまあ、あの猛烈な風が予想されているというところで、えー、一部の住家が倒壊するようなですね。猛烈な風が吹く見込みのため。 暴風が吹き始める前にですね頑丈な建物に移動するなど移動するとともに屋内では窓から離れてくださいということで、えー、非常に危険な状況が見込まれますので、えー、不要不急の外出は避けてできるだけ、えー、と安全な場所に、えー、いるそういうことに心がけていただきたいと思います。あと高島洪水の浸水想定区域で やえっ、ー、と土砂災害警戒区域などでは、えー、暴風が吹き始める前に避難することが重要です、えー。先ほど特別警報の可能性を謳ったんですけども、えー、それごらそれ以外の地域でもですね、えー、記録的な大雨や、えー、暴風高波高潮となる恐れがありますので、えー、あのまあ、九州あの広い範囲でですね厳重な警戒が必要です。 でえー、と自分の命、えー、大切な人の命を守るために、えー、地元市町村が発令する避難情報に従って、早めに身の安全を確保してください。ということで、えー、と特別警報の可能性や、えーまあ、想定される現象、あと,、えーとあのまあ、防災についての心構えについて述べさせていただきました。はい、次お願いします はいえっとこれは今現在のですね警報注意報の発表状況ですえっと赤色がえっと警報ですねでえっと黄色が注意報の状況ですでえっと奄美からえっと九州南部えっとあと四国山口県にかけてまあ警報注意報が広く発表されてるんですけどもえっと九州につきましてはえっとただいまあのまあえっと大分宮崎鹿児島に警報が発表されてますけども えと四国の方もですねこれは波浪警報の今現在発表で、えー、と大雨に関するえと、えー、と警報については発表されていません、で宮崎県についてはすでに大雨に関する注意報が発表されているという状況です、でその他の地域も、えー、とまあ波浪や強,強風、そういった注意報がえ発表されていて、まだ今の時点ではですね大雨については発表。はは 注意報については、えー、そんなに広範囲に発表されていないという状況です。ただ、台風に近い奄美地方につきましては、えー、もう暴風、えっ、ー、と、まあ、原とか暴風とかですね、えー。まあ、そういった警報も、えっ、ー、と、ちょっと発表になってくる。えー、または発表されている、そういった状況になっております。はい、次をお願いします。で、えっ、ー、と、まず衛星画像で、えっ、ー、と、今現在の雨雲の様子なんですけども。えっ、ー、と、今日9時の、えっ、ー、と、衛星画像です。 で台風14号日本の南にありまして、えっ、ー、と目がはっきりしてまして、えー、渦を巻いておりまして発達した状況が見られます。で、えー、あの台風の外側なんですけども台風本体の雨雲の外側を回るようにですね、えー、雲行きがこう流れ込んでいる状況が、えー、見られます。で、えー、あとまああの昨日までは台風高気圧にですね、えっ、ー、と広く追われて。 九州各地も晴れているところが多かったんですけども、えー、まあ台風の北側の雲行きがかかってですね、えー、今日はちょっとあの曇っているところが多くなっているという状況ですあと雨雲の状況なんですけども、えー、とこれが今日の十時の気象レーダーの状況です、えー、台風は南海上にあるんですけども、えー、とそのえっと周辺というかえっと北側の方に雨雲がかかっておりまして 宮崎県で一部発達した雨雲があるという状況ですで台風本体はまだ南の方なんですけども、えっと、これからです、ねえっと、台風周辺の、えっと、こういう南東の湿った空気の流れ込みが強まりますので、えー、九州山頂の東側斜面を中心にです、ね、台風が離れていても今後、えっと、雨雲がこういったところで発達して台風が近づく前に大雨になるという状況が見込まれます。 で、明日につきましては、次第に台風本体の雨雲も近づいてくるというところで、えー、まあ、広い範囲で。まあえっ、ー、と今日から明日、明後日にかけてですね、えー、大雨の可能性ポテンシャルが高い状況が続きそうです。はい、次をお願いします。で、これがえっ、ー、と、えー、天気図です。えっ、ー、とこれが今朝6時の地上天気図なんですけども、もえっ、ーえー、と台風14号は日本の南にありましてえー、9 10。10ヘクトパスカル。 でえっ、ー、と北西に20キロで進んでるという状況です。で日本の東にはえっ、ー、と高気圧がありまして西に張り出しています。でえっ、ー、とま台、あ、風高気圧の減りを回るようにですね今後も台風は北上を続ける見込みでして、えー、まあ、上空のえっ、ー、と偏西風については地上天気図ではちょっとわからないんですけども、えー、かなりまだちょっと北の方を偏西風帯が通ってるという状況で。えー このままですね、太平洋高気圧の減りを回るように台風はゆっくりというかあまり速度を上げずに北上してくる見込みです。で今夜夜9時の予想天気図なんですけども台風は奄美大島の、えー、とすぐ東の海上まで北上してくる見込みで、えー、910ヘ,ヘクトパスカルと湿度、えー、が変わらず、えー、とあの発達した状況で北上を続けるそういった予想になっております。次をお願いします で今後の台風の見通しということで、まあ、あの今朝、えー、9時時点の進路予想です、えーと、今朝の9時で,です、ねえー、と大型で猛烈な、えー、と勢力の台風第14号なんですけれども、中心気圧が910ヘクトパスカル、中心付近の最大風速55メートル、えー、最大瞬間風速75メートルというところで、えー、猛烈な勢力となっております。えー、と今後もです、ねえー、と北西に、えーと 北上を続けまして、えっと明日の朝9時にはですね、予報円の中心が屋久島のえっと南辺りですねに達します。でこの辺りの時にもえっと中心気圧910ヘクトパスカルで最大風速55メートル、えー、猛烈な勢力をでまま北上する予想になっております。えその後もえっと北上を続けまして、えっと19日の9時にはですね、えー、九州北部付近に 地方への中心がありますこの時の中心気圧が930ヘクトパスカルで最大風速は45メートルということで、えっと、非常に強い勢力を保った状況が予想されておりますその後、台風は次第にこう進路を北東に向きを変えまして、えーえっと、九州北部地方からまあ西日本の方を進む予想になっているという状況になっています。 で先ほども申し上げましたけども、えー、と上空の、えー、と偏西風が北にあって、台風を流す風が、えーとえー、あまり強くないというところで、えー、台風は比較的速度を上げずにですね、北上してくるというところで、えー、台風の影響をですね、かなり長時間受ける、えー、長く受ける、えー、とそういった特徴が,、えーがまあ、今回の台風の特徴となりそうです。であとえーと 赤い円が暴風域で、えっと、黄色い円がです、ね、強風域になりますけれども、えっと、九州南部の方では、えっと、もう15メートル以上の強風域に、えっと、入り始めてきています、えっと、今日の午後から次第にです、ね、九州北部の方も南の方から強風域に入ってくる見込みですで、えっと、赤い円が暴風域なんですけれども、えっと、今日の夜にはです、ね、奄美地方の方が、えっと、暴風域に入ってくる見込みです。で九州南部の方もです、ね、夏日が変わってから 早い時間のうちに南の方から暴風域に入ってきまして九州北部の方も明日18日お昼ぐらいから次第に南の方から暴風域に入ってくるそういった予想になっておりますで動きが遅いもので暴風域に入っている時間が長くてちょっと丸1日近くです、ね、そういった暴風域に入っているような状況が今のところ見込まれまして えー、まあ二十五メートル以上の暴風域なんですけども、こういった、えー、あの暴風の状態というのが長く続く、えー、恐れがあるといった状況になっております。はい、次をお願いします。で、今後の見通しです。で、雨の見通しなんですけども、えっ、ー、と明日の十二時までの二十四時間雨量で、えっ、ー、と右側が明後日十二時までのえっ、ー、と二十四時間雨量の予想です。えっ、ー、とまああの南の方ですね。特にえっ、ー、と 鹿児島、宮崎では、えー、と明日の時お昼12時までの24時間に500ミリの雨を見込んでいるというところで、えー、先ほども申し上げましたけれども台風本体の雨雲というよりは周辺の湿った空気の流れ込みや地形の影響でですね鹿児島県、宮崎県では、えー、明日のお昼にかけて500ミリ大分、えー、県もやはりあの南部中心なんですけれどもこういった湿った空気の影響を受けやすいというところで250ミリ。 で熊本県についても、えーとまあ、九州山地に近いというところで、えー、そういった地域を中心に200ミリという奄美、えー、地方は台風がこれから近づきますので300ミリということで、えー、こういったところで雨量が多くなっていますで九州北部その他の県についてはまだ30ミリから50ミリということで,ですね明日の午前中まではそれほど大雨のポテンシャルは高くない状況になっています。でえー、とその後の後、えー 十二四時間の予想雨量なんですけども、えー、宮崎県や鹿児島県で、あと大分県です、あ熊本県もですね三百から四百ミリを見込んでいるという状況です。で、えっ、ー、とその他の九州北部地方もですね台風本体が近づいてくるというところで、えっ、ー、と二百ミリから三百ミリの大雨を見込んでます。で、山口県でも百ミリから二百ミリということで、す、え、で、ーえー、に台風が近づく前にこう まあ、あの大雨になっている九州南部、でえっと、その後のあさ、えって、と、にかけては、えっと、あと台風本体の雨雲の影響ということで、えー、だんだん南の方からですねちょっと雨雲の発達したものがかかっているということで、えー、ちょっとかなりの大雨が予想されているという状況になっておりますす、はい、次お願いししますあと風みの見通しです。 えっと今日につきましては先ほど申し上げたんですけども、まあマミ地方がこれから暴風域に入ってくるというところで最大、えー、風速三十メートルで瞬間四十五メートル、まあ明日にかけてなんですけどもえっ、ー、と予想されているという状況です。で鹿児島県もえっ、ー、と西側に南の方から、えー、まあ暴風域が近づいてくるということのところで、えー、まあ宮崎鹿児島でも二十メートルを超えるような風が今日、えー、見込まれ。 これれから見込まれていいるという状況です、えー、その他の九州北部も強風、ね、域に入ってくるというところで、えー、15メートル前後の強風が予想されていますで、えーと。明日になりますと,、えーとまあ、暴風域に、えー、と入っているところが多くなりますし、えー、台風の中心が近づくというところで、えー、奄美地方や鹿児島県では、えー、と45メートルで宮崎県で40メートル でえー、と長崎、熊本でも45メートル、ですねあと福岡、佐賀でも40メートルで、山口、大分で25メートルというところで、えー、猛烈な風が吹くところが、えー、と多くなるところが予想されているという状況です。あさってにつきましても、台風の動きが遅くてです、ねえー、九州北部地方を中心に30メートルから40メートル、えー、と場所によっては40から50メートルというところで、えー、猛烈な風が予想されているという状況です。 で波の高さにつきましては、えっ、ー、と今日については九州南部や文豪水道を中心に、えー、まあ、6メートルを超える大しけで、えっ、ー、と宮崎鹿児島奄美では猛烈なしけの状況となってます。九州北部地方についても、えっ、ーまあ、2.5メートルの波の高いところが多くなっているという状況です。で明日になりますと、えっ、ー、と九州南部や大分県では、えっ、ー、と10メートルを超える猛烈なしけで、 九州北部もえっ、ー、と6メートルから7メートルというところで大しけの状態になりそうです。で、明後日もえっ、ー、と波の高い状況が続きまして、えー、ま99、あ、メートルの猛烈なしけだったり、えっ、ー、とまあ、6メートルを超えてるようなところがあるというところで、えっ、ー、とまあ,あのこれから明後日にかけてえっ、ー、と海上では、えー、猛烈なしけや大しけ、そういった状況、外海ではですね、そういった 状況が予想されているという状況です。はい、次お願いします。で、えっ、ー、と大雨の警報級となるあのえっ、ー、と可能可能性です。で、ここちょっと誤字予報って書いてますけども、これは最新の予報ということで訂正していただきたいと思います。で、大雨の早期注意情報なんですけども、えー、先ほど言ったえっ、ー、と南東からの湿った空気の影響を受ける宮崎県ではえっ、ー、と今日はこうですね。で、鹿児島 県とと奄美地方は中という状況になっておりますで明日の明け方にかけては熊本県で中で、大分、宮崎、鹿児島、奄美ではこう、で明日の日中以降なんですけども、えーと、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、奄美でこう、その他の九州北部では中、で19日は、えー、と広い範囲でこうという、えー、警報級の大雨が降る可能性が高い状況が見込まれているという状況です、はい、次お願いします。 あと暴風と波浪の警報級の可能性なんですけども、これも暴風につきましては、今日の夜からですの明け方にかけて、宮崎、鹿児島、奄美の方でこうというところで、今夜から暴風、警報級の暴風の可能性が予想されています。 あと大分熊本長崎については中という状況で、えっ、ー、と明日の日中からえっ、ー、と明後日19日にかけては九州の広い範囲で、えー、警報級のえっ、ー、と暴,暴風が、えー、見込まれているという状況になっております。で波につきましてはもうえっ、ー、と今日から、えー、もう分合水道やえっ、ー、と九州南部の海では高、えー、ですね。で九州北部のその他の地域もえっ、ー、と明日に日中以降は 警報級の、えー、と波浪が予想されてまして、えー、と19日にかけて、えー、警報級の高波が予想されているという状況ですはい次お願いしますあと高潮の警報級となる、えー、可能性のある期間ということで高潮の、えー、と警報級の可能性なんですけども、えー、と鹿児島県につきましては、えーとえー、と今夜から明日の明け方明日の日中に中ということで予想、えー 警報級の可能性中が予想されています九州北部につきましては明日の日中から19日を中心にえ中が予想されてまして山口県や福岡県で、えっと高けえっと、警報級の高潮となる可能性が角度が高いそういった予想になっているという状況ですえ今中のところもですね今後、えっと、警報級の可能性が高になる可能性もありますので最新のですね、えー、警報級と の可能性についてですね、えっ、ー、と確認していただきたいと思っております。はい、次お願いします。あ、えっ、ー、と説明した資料はえっ、ー、と以上になります。で、えっ、ー、と線状降水帯の発生予測についてなんですけども、既に今朝のえっ、ー、と朝の気象情報で九州南部につきましては今夜から線状、えー、降水帯によるえっ、ー、と大雨災害の 危険度が今晩からですね。急激に高まるということで、線状降水帯のえっと予測情報、半日前の予測情報を発表している状況です。で九州北部につきましてもですね。えっと、今日の夕方、発表することで検討しておりまして、えーまあ、線状降水帯が発生すれば、えっとまあ、急激に大雨災害の危険度が高まるというところで。 えー、そういった情報をまあ九州南部はすでに発表してるんですけども、九州北部も今日の夕方にですね、えー、検討しまして、えっ、ー、と可能性が高まれば発表するえっ、ー、とそういった状況で、えー、見立てているという状況です。はい、長くなりましたけど、えっ、ー、と私からの説明は以上です。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。えー、続きまして九州地方整備局河川計画課長佐藤より、えー、注意事項について説明いたします。 河河川部河川部計画課長の佐藤でございますす私の方から4点ご説明させていただきますまず1点が想定される災害と過去の事例で2つ目が防災情報の入手方法で3つ目がダムの事前放流状況で最後に今できる事前の準備というところで4点ご説明させていただきます私の方からお配りしている資料をです、ね、見ながらあの私、着座にて説明させていただきます まず一ページ目なんですけれども、あのこれから台風の接近、また上陸、そしてあの線上洪水の話がございましたけれども、それらの発生に伴いまして想定されることということで四点挙げさせていただいております。え河川の氾濫、高潮、土砂災害、風倒木ということでございます。二ページ目お願いします。台風から離れている場合でもですね、あのたあの。 雨雲あの,雨の影響によって災害が起きる可能性はございますので台風から離れている地域にあってもです、ね、あの注意が必要ということでございます3ページが過去の事例ということで過去の台風に伴っ,た伴って起こった洪水というところです平成17年の台風14号でございますこの場合この時はです、ね、宮崎県で大きな災害が発生したということで4ページ、5ページ目にそれぞれ事例を付けさせていただいております 4ページ目が宮崎市、霧島市など流れる大淀川水系で起きた災害ということでございますこの時は床上浸水、床下浸水、かなり多くの個数の被害が発生しておりますまた5ページに載せておりますのが延岡市など流れる岡瀬川水系こちらは宮崎県でございますけれどもこちらでは死者が7名被害が発生しているという状況でございまして いずれの4ページ、5ページ目に載っている事例、いずれにおきましてもですねあの24時間で最大400から500ミリほど降った事例ということでございますので、今回の台風の、えー、予想雨量と、まあ、近しい値だったというところでございます。6ページ目でつけているのが、線状降水帯によって発生した災害ということでございます。おととしの熊川のの川豪雨災害ででございますすこの時はですね、えー 8時間にわたって30ミリを超える雨が降り続きまして、球磨川、もかなり長い範囲でですね、氾濫が発生して、下の写真にありますように、このように建物がもう完全に浸水しているということが起こりました7ページ目につけてますのが、高潮による被害ということで、こちらは平成11年台風18号の時の事例でございます。 で8ページ目が、えー、土砂災害ということでこちらも同じ平成17年の台風14号の事例でございます宮同じ宮崎県で,で土砂災害が発生しておりますで9ページ目が、えー、風倒木ということで、えー、左側の写真にありますように、あのー、山,山の斜面のです、ね、木がなぎ倒されている状況でございますこういったものが雨とともに川に流れてきますと右側のような状況になりまして 橋梁などで流木がせき止められてですねそこからまた水があふれるというようなことも想定されます10ページ目からは防災情報の入手方法ということでございまして10ページ目で示してます川の防災情報こちらの川の防災情報とネットで検索していただきますとこのトップページに行くことができます 任意の地点を登録して自分の住んでいる場所また知人の住んでいる場所などの情報を入手したりまた地図から探すということであの任意の場所をです、ね、あの地図上でまとめて表示しておりますのでそういったことで探すであったりとかまた情報を並べてみるということでございますけれども11ページにその並べてみるをクリックしたときの画面を表示しております。このように 雨や水位の情報のほか、ですね、ダムの情報であったり、また浸水、土砂災害の危険度の情報、自治体の避難情報、こういったものについて最新の情報が並べてありますので、こちらをクリックしていただいて、あの自分の地域、えー、気になる情報を確認していただきたいと思います。12ページに示しておりますのは、その川の防災情報において、ですね、えー、洪水予報、我々国と気象台において発表しています 洪水予報こちらの情報も上げてますけれどもその洪水予報においてですね6時間先の予測推移も、えー、示していますこの予測推移についてはですねこの川の防災情報においても、えー、きちんと確認ができますのでこういったものも、えー、見ていただきながら避難の参考にしていただきたいと考えておりますで、13ページ目からは、えー、事前放流ダムの事前放流の実施状況になります 利水ダムあの、発電であったりとか農業用水であったりとかそういったダムにおいて、えー、また、治、えー、水とそういった水あの発電とか利水の目的こういったものが掛け合わさった多目的ダムこういったものにおきましてですね、利水のために貯めてある水を今回の台風のような大きな災害の前にはあの事前に放流をして、えー、ポケットを開けておくと。 でこれから来る雨に備える、こういったものを事前放流と呼んでますけれども、この事前放流をすでに九州管内の44ダムで実施しております。福岡県のダムで1ダム、大分県で2ダム、熊本県で8ダム、宮崎県で26ダム、鹿児島県で7ダムということで、まあ、熊あ九州南部のダムにつきましてはかなり多くなっているというところでございます。なおこの 現在の9時時点の情報でございますが今後、ですねこの事前放流をしていくダムが増える可能性もあります雨が降っていなくてもこの事前放流によって河川の水位が上昇したり流量が増加する場合がございますのであの川の近くにお住まいの方につきましてはサイレンによる警報等に留意していただきながら注意していただきたいと考えております14ページお願いします 14ページ目からは事前に準備できることということで挙げさせていただいておりますハザードマップポータルサイトでございます国土交通省におきましては各自治体さんが出しているハザードマップわが町ハザードマップとしてまとめていますしまた洪水土砂災害高潮あらゆる災害ハザードに対応したハザードマップを重ねている重ねるハザードマップこういったものもこのサイトでは確認することができますので あらかじめ今、余裕があるうちにえ実際にあの自分の住んでいるところのハザードを確かめていただいて避難行動につなげていただきたいと考えております。15ページがその高潮の場合、福岡市周辺のハザードマップを示しているものでございます。で16ページはえーマイタイムラインということですでにえマイタイムラインとしてですねこういった台風を想定してこれから すべき行動、こういったものをあらかじめ時系列的に整理している方もいらっしゃると思います。そういった方々につきましては、今、押し入れであったりとか、冷蔵庫であったりとか、そういうところに眠っているマイタイムラインにつきまして、きちんと今、引っ張り出して、ですね今、何をすべきか、こういったものを確認していただいて、確実な避難行動につなげていただきたいと考えております。17ページになりますけれども、われわれが出す防災情報であったりとか、 あとは自治体さんが出す避難情報こういったものを参考にですねあのきちんと避難行動に結びつけていただきたいと考えております我々自治体さんはきちんと情報を出しますのでそれを信頼していただいて迷わずに空振りを恐れずに避難行動をしていただきたいと考えております最後18ページでございますけれども線状降水帯台風に伴いまして非常に激しい雨が降る恐れがございます 洪水氾濫内水氾濫土砂災害に最大級の警戒が必要でございます各自治体また我々が出す情報等を取り入れながら明るい時間に避難をお願いしたいと思っております昨日本日と二度にわたってこうした説明会見を開かせていただいてますそういった意味また我々が持っている警戒感を今回です、ね、集まっていただいている報道各社の皆さんまたウェブ等でご覧になっていらっしゃる皆さんはあの感じていただきたいと考えております 以上でございます。はい、えー。続きまして九州地方整備局道路情報管理官の谷川より道路情報について説明いたします。皆さんこんにちは。道路部道路情報管理官の谷川です。私の方からあの台風に伴う道路の災害ですとか、あの通行規制の情報等についてご説明したいと思います。 えー、今回の台風14号では猛烈なあ風あるいは記録的な大雨というものが予想されておりますが、あのー、暴風によりまして、えー、まずは街路樹など樹木の倒壊それから電柱の倒壊というものが予想されますそれから大雨によりまして、えー、路面の冠水で斜面の崩壊あるいは道路ののり面の崩壊といったことが予想されます。ままた高潮や波浪によりまして ま道路に、えー、の通あの海岸線を走るような道路ではですね、えー、通行に支障にあんとなるようなエッパーも予想されますまたこれら災害がですね発生する以前からあの強風や大雨の状況によりましてはあのまあ、道路を安全に通行することが困難と予想される場合にはあの事前に 通行規制をさせていただくことがございますので注意をお願いいたします次お願いいたします、えー、高速道路等の通行止めの可能性についてでございますけれども、えー、今後の雨の予報等をによりまして、えー、まあ,あの今後24時間以内にですね、えー、通行止めが予想されるという場合にはあの九州地方整備局それから NEXCO 西日本のホームページの方において、記者発表を、規制情報の記者発表をしてまいります。内容としましては、こういった内容で、これは1つの例でございますけれども、こういうふうに色分け、あの時間の近い方からですね、こういうふうに色分けで、各区間、いつごろ通行止めの見込みになりますと。 いうような内容の発表をさせていただきますので、こちらにつきましても注意してご覧いただければと思います。次お願いいたします。その他、交通情報につきましては、高速道路一般道路につきましては、日本道路交通情報センターのホームページ、あるいはあの高速道路についてはえ nexco。西日本のホームページアイハイウェイのサイトを交通情報のサイトをご覧ください。次お願いいたします。 九州地方整備局が管理しております国道につきましてはあの整備局の方の、えー、道路情報提供システムというページがございますのでこちらを参照していただきますと各区間での規制状況とかあるいはあの事前通行規制ですね、えー、大雨の量によってはあの事前に規制をする区間というのがございます。 その規制区間の雨の状況ですね。あとどれぐらい雨が降ると通行止めになるといった情報がこちらでご覧いただけます。それからライブカメラにつきましてもいくつかあのホームページの方で見ることができますので、こちらの方もご参照いただければと思います。次お願いいたします。その他あの福岡北九州高速道路につきましてはあの、えー、こ 高速道路公社のホームページの方をご覧ください、またその他ですね、えー、九州地方整備局管内の各国道事務所のホームページ、あるいは、えー、ツイッター等の SNS、ですねそれから各県の道路規制情報につきましては各県の、えー、ホームページの方をご覧いただければと思います。次お願いいたしししままますす、えー、繰りりり返にになりますけども、あのー、大雨や強風によりまして 災害が発生した場合またはあの災害発生の恐れがある場合、えー、道路が通行止めとなる可能性がございます、えー、連休でですね、えー、車でのお出かけを予定している方もいらっしゃるとは思いますけども、えー、今後の警報の発表に注意してですね警戒が必要な地域、えー、時間帯につきましては不要不急の外出を控えるなど、えー、最大級の警戒をお願いしたいと思います私の方から以上です え続きまして、えー、九州運輸局からあ長松安全防災危機管理調整官より鉄道情報等について、えー、お願いいたします。九州運輸局長松でございます。えっ、ー、と私からあの鉄道の計画運休について少しお話をいたします。えー、ここに挙げております大手4社の えー、今の計画運休の予定状況でございますまずあの JR 九州はすでに本日それから明日18日この両日の計画運休を公表しておりますそれから、えー、JR 西日本これは九州に関係がありますのは山陽新幹線の広島博多間それから 博多南線、この区間でありますが、えー、JR, JR 西日本は、えー、月曜の始発から車列車の運転を取りやめる可能性がありますというところまでの公表です。それから、えー、西,鉄さん西鉄さんは18日の午後 それから19日月曜日の始発から列車の運転を取りやめる可能性がありますということを公表しております。それから福岡市地下鉄、19日月曜日の列車の運転を取りやめる可能性があるということでございます。今後、JR 西日本、西鉄、地下鉄3あたりも JR 九州と同様にですね、あの細かい計画運休の、 予定をです、ね、公表していくと思われますあのー、今日資料をお付けしていますが、あのー、各社のホームページの計画運休の内容は随時更新されてまいります、えー、皆様あの必ずあの最新の情報をご確認の上えー、列車を見,あの見ていただいたいと思いますそれからあの計画運休、えー、として運休計画を公表しますが台風の進路それから雨風の状況によりまして、えー、突然の運休であったりとか えー、大幅な遅れも予想されます。それもあの頭に彩っていただきたいなというふうに思います。えー、次のページお願いします。えー、っとこれはあの本日の、えー、17日土曜日の、えー、計画運休 JR 九州の予定です。ここは特急列車が乗っておりますが、えー、九州新幹線博多から福島中央間現在のところ通常通り運転をしますと本日ですねということでございます。次のページお願いします。これはあの細かく書いてますが本日の、えー、土曜日の えー、在来線の計画運休の予定です。えー、台風が北上する関係で JR 九州は南の方からですね、もうあの本日すでに計画運休を開始しております。これはあの詳しくはホームページをご覧ください。次のページお願いします。これがあのこれ昨日の16時半現在の公表された JR 九州の計画運休の予定です。これは18日日曜日の予定です。 あのご覧いただいたわかる通り、えー、九州新幹線、えー、博多から熊本間は12時頃から終日見合わせるでしょうと鹿児島中央から熊本間は始発から終日運転見合わせこの表に書いてます、この以下の列車はすべて特急列車ですでご覧いただいたわかる通りすべて、えー、始発から運転を見合わせると要するに特急列車は全部止まるということでございます次のページお願いします。 これがあの在来線の予定でございます。これもあのご覧いただいたわかるとおり、ほとんどの線区でですね、始発からも終日運転を見合わせますという計画を立てようとしております。で、一部、えー、午後からの終日運転見合わせが山陽本線であったり、鹿児島温泉の文字子洗い河であったりと、北部の方 北部の方一部、えー、昼から運転を見合わせるという計画でございますが、えー、19日はご覧いただいた通りほとんども列車が止まってしまうというようなあの、えー、状況が予想されます。次お願いします。はい、これはあの乗り物 info.com と申しまして、あの鉄道それから九州内を発着する、えー、フェリー旅客船 それから路線バス、それとこれ航空って書いてますけど航空はあの天草エラインさんだけなんですけど、えー、と鉄道、バス、あの旅客船各社がですね、えー、最新の運行情報を投稿するシステムになっています。でこれをご覧いただくと最新の運行情報それからえー例えば復旧の情報であったりとか最新の情報をご覧いただけますのでぜひこれあのご活用ください。えー、これはあのメールで、 えー、運休運行情報の配信もしてくれますのででモードごとに各県ごとにあのエリアを選ぶことができます、えー、お住まいのエリアを選択してメール登録をしていただくと、えー、最新の情報がメールに配信されるという仕組みでございますどうぞあのご活用ください、えー、九州民協から以上ですありがとうございました、えー、説明については以上でございます